ットウルンダです。はい、どうもこんにちはです。皆さん、はい、一歩変わった来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 たお家に、そうですね、来ます。僕が以前ですね、24時間お風呂の中で生活することができるのかっていうところを挑戦させていただいたんですけども、あれがまあご好評いただきまして、ぜひともですね、きょんちゃんにもやっていただきたいと。はい、ただ今更同じようにお風呂の中で24時間生活してもらっては、まあ、僕と同じ動画になってしまうんで、今回ですね、スペシャルのゲストに来ていただいております、アニマル大学です。どうぞ。お願いします。僕めっちゃ好きなんですよ。めっちゃ見てますよ。いやー、呼んでいただけて本当に光栄でございます。僕生き物がまず好きなんですよ。その生き物の中でも爬虫類超好きです。で、今回お風呂だけではなく、ある大河君のペットの危険生物のことを一緒に24時間生活したいと思います。よろしくお願いします。がっつり肉食動物。そうですね、もう肉だけ、ね、いや、ほんとクリアーした後、俺なんか全部なくなってるかもしれない。5体満足じゃないよ。大河君も噛まれたことがある。そうですね、実際1年ほど前に手ですね。はい、もう16針になってます。じゃあ、早速行きましょうか。はい、はい、じゃあ行きます。はい、よろしいですか。はい、お願いします。はい、5体目で行きましょう。いいですか。はい、よろしくお願いします。わあ、ビビってモテるやん。周囲を飛びますか。周囲を飛びます。恐竜じゃん。いや、恐竜だね、これ。ふすって言った。え、ちょっともう出てくるからとしてます、ね、空いてるんで。ほんとー、これ24時間以内に食べられちゃうんだ。基本は大丈夫です。基本は大丈夫。どんな場合に大丈夫じゃなくなるんですか。基本じゃないパターンの方が好き。基本のパターンより。あ、今、はい、大学の手によって入り口が封鎖されました。はい、ただいま3時なので、今からスタートしたいと思います。動物めっちゃ好きなんですよ。一緒に乗るのすっごい嬉しいんだけど、命の危機は別なのした。じゃ頑張りましょう、20時間ね。俺のことずっと見てるでしょ。クローンだと思ってた。やめてよ。中から天君の様子ちょっと撮りたいんですけど、とにかく大きいです。僕の居場所が今どこにいたらいいかさっぱり分かんないんですよ。セーフラインというか安全な場所なんですけど、ここに俺が座った場合さ、いないでしょほとんど。頑張ってそっち側に座るしかないんだけどさ。お隣よろしいですか。ペロンチョしたね。今仲良くなってください。せっかくなんで。ちょっと時間かかるぞなこれ。口の中は大丈夫か。はい、大丈夫です。今年一番抑えたんで。ね、俺肉の匂いしなかった今日。同じ場所をずっと嗅ぎ始めるようだったら危ないです。危ないです。危ないです。危ないってどういうこと。その調子で音も立てずに20秒。これ交通あるからね。5分しか経ってないですけど。いつもの24時間生活と基本は一緒です。はい、お水は自由に飲んでください。しない状況もあります。はい、はい、で、お手洗いは24時間通して10分間のみ、はい、自由が効きますんで、やってください。はい、はい、で、頑張ります。俺と仲良くなる気ある。俺、このまま見つめ合いながら24時間終わっちゃいそう。なんだかんだですね、もう1時間くらい経つんですか。経つんですよ。その姿勢とはいえ、一緒に寝れたのはちょっとでかくないですか。寝るぐらいしかないです。昨日の夜寝れなくて睡眠不足なんですよ。で、一番はやることないでしょ。あのね、ほんとここ電波通じなくて、台風の影響で Wi-Fi が吹っ飛んだみたいで。そうなんですよね。なんか電波がないとやることがないんですよ。一
つ目のミッションというか、天くんの顎なでなで、顎なでなではハードル高いって今もう非常に落ち着いてますから、本当についさっき一緒に寝てたの、うん、君それなりに迫力があって、そんなに大きくてそんなに強そうなのに、可愛さを持ってるって卑怯だよ。腕とか触ってもらってちょっと反応を見てからの方がいいかな。どういうこと、今危険そうってこと、初めてですからね、はい、動いたけど、もう全然これ大丈夫なんで、すげえ、こんな感じで慣れてもらえれば、体も全然大丈夫なんですけど、すげえ、お、あ、触った触った、お、怖い、どう、おー、触った、全然触れた、いけましたね、お風呂のスペースなんで、はい、ちょっと体も痛いでしょうから、とりあえずクッションあげます。もう大丈夫、怖くない、うん、なんか触れたからちょっと大丈夫になってきたの。ベロが長すぎる、あのね、模様が可愛いんですわ、丸い模様がすごい可愛くて、手後ろにペロンってしてる。ちょっとね、時間経っちゃったんですけど、はい、はい、クッションです。いやー、お尻に引くよと、あとは、いや、俺ね、首大事用で、まあ、椅子の上に20より100倍欲しいですけど、いや、まあ、それはそうだ、ね、お風呂ね、命の危機を感じてる。まあ、ここにしか俺、多分入れないの、今。だってさ、もしこうやってだよ、こうやってさ、ね、うん、まあ、顔いかれるね。顔いかれるよ。腕が出たよ。今、大河君、首いかれたなって言ってたよね。首いかれたらやばい。ちょっと、何言ってたの？大丈夫です。大丈夫です。怖いんですけど、首くられたら多分助けられないです。助けられない、何言ってんですか。このアイテムね、すごいでかいんですよ。僕首やられがちで、これがあるだけでだいぶ生活変わりますよ。次のミッションまで耐え抜こうと思います。緊張のあまりさ、あんまり水飲んでなかったんですけど、お部屋もさ、天空用に温度管理して集まってるんですよ。だから結構水分補給していかないと脱水になりますね、これ。天空が絨毯の上に、まあ、ホットカーペットですね、あったかい住宅の上に温度管理がちゃんと暖房とかいろいろつきながら管理されてる状態です。ここに入ってたら首持ってかれちゃうかもしれないじゃないですか、天君。僕はここのスペースにしか多分存在することができないと思います。でね、外 もう暗くなってきてて、スタートは3時だから、まだね、寝るまでにも全然時間があるし、だから寝るぐらいしかやることないと。マジで俺ただここに向かって喋るか、天君とイヤーってエンジンかますかしか方法がないっす。延長音楽を鳴り続ける一方を届けたみんなのことを、体調のことですか。お尻が痛くて首が痛いです。ミッションしていきたいと思います。だいぶ暇だと思うので、暇つぶしグッズをかけたミッションになります。はい、天君の脱皮の皮を剥がしてあげるミッションです。無理だよ。天君今脱皮の時期で、まあ天君は常に脱皮してるんですけど、部位ごとに時期によって脱皮してまして、今残ってる皮はこの辺り、え、後ろからこの尻尾の付け根ぐらいまでが一番硬そうだよ、そこ今非常に脱皮の皮が残ってるので、はい、この皮を剥がしてもらいたいです。いやー、失礼します。どうしようか、はい、なんか皮剥がしたのに俺の皮剥がされないかな。できたーい。え、買った。ミッションクリアで、イエーイ。はい、キュンちゃんお疲れ様です。えらい寝ましたね。まあ、あの5時半、まあ、もう3時間前だね。寝すぎてすごいね。寝すぎてすごいよ。てか天君の前でそんなにがっつり寝れると思ってなかったから。おじさん安心です。暇つぶしアイテムを渡しますね。天つくまん。とりあえずジャンプと、あとね、アイシールド21、ご飯の準備がほぼほぼできてない。食われる。天君にゼロ距離で顔をくっつけた自撮りを撮ってください。背中でいいそうです。天君、ゼロ距離でお願いします。撮っていきましょう。おお、
嬉しい。ここね、あのコテージということで、まあ、あのバーベキューができますんで、はい、バーベキューのお肉を食べてもらいます。イエーイ。ここで食べたら天君くっついてきちゃうかもしれないです。動き出す可能性は高い。多分出ちゃった方がいいと思いますけど、今後に響くかもしれないです。なるほど、はい、出ます。出ましょう。なんかすいません、大河君がするなら出ましょう。一通りご飯食べてもお腹いっぱいになったんで、ただいまの時刻が9時なんで、開始からどれぐらいですか。開始から6時間ですね。はい、まだまだ半分以上あります。はい、まあ、でも寝ちゃったらね、ちょっと違ったりするかもしれないんで。確かにね。あとね、食べ物の匂いがついて俺がむさぼり尽くされるのはちょっと怖いんで、服買いました。キョンクマ T シャツです。新キョンクマ T シャツ、新キョンクマ T シャツです。ここで初公開。でまあ、僕らは大河君と田尻とずっと来る4人で風呂入ってくるわ。楽しそうだ。俺で、俺はどうしたんだよ。もうお風呂入ってる。天君とね。そうそうそう。恐ろしい時間まで寝ることになりました。キャンちゃんです。ただいまお風呂生活ですね。13時間目を迎えております。すいません。爆睡しました。本当にゴリゴリ、体がカチカチです。てんくんです。本当はここで最初怖かったから、こうやってやってたんですよ。ここでしか寝られないから体がカチカチになって痛くてさ。だけどもうずっと見てたら分かったと思うんですけど、ここで怖くなく寝れるようになったんですよ。こうやって腕乗っけたらすごい近いぐらいの。とにかくめちゃくちゃ寝ちゃったのと、ケンマさん首やっちゃった。なんでお前が首やってんだよ。俺が首やるべきだろ。ここで寝てんだろ。変なとこで寝ちゃった。変なとこで寝てんのは俺なんだよ。なんでお前が変なとこで寝ちゃわなきゃいけないんだよ。お風呂生活、浴槽の中に入れるようになったのがだいぶプラスですね。うん、パッて起きてみて思うんですけど、迫力えげつないっす。やっぱりこんな大きいトカゲくんさ、普段見ないじゃないですか。かわいいこのペロペロ。起きなくなったね。全然全然抜けるね。てかね、僕の天くんに合わせてこの部屋の温度管理されてるんで、サウナなんですよ。ちなみにね、この T シャツもグッズなんだけど、この帽子もね、新しいグッズなの。帽子作るの夢だったから。なんか、おやつとかジュースとか好き放題獲得していいよミッションを言い渡します。キョンちゃん VS 天くん、先に動いたやつの負けよ。負けるよ。天くん見てよ、天くんのこのフリーズ具合見てよ。そのままですね。本気出したら1年間このままです。姿勢決めました。いきますよ。はい、よーいよーいスタートスタート。あいつだっただろ。普通に勝ったって楽しくないし、ちょっとしかねミッションを普通にクリアしちゃっていいだろうが。ちょっとあの捉え方によってはそれ動いてくれるもんだろう。それはやばいって。それはひっくり返って。天空ピクともしません。あ、え、あ、奇跡で天空動きました。キョンちゃんの勝ちです。勝っちゃった。キョンちゃん勝利ということで、やった。コーラー、コーラといいね。コーラだよー。じゃがりこー、イエーイ。キョンちゃんが生き道で買ったけど食ってない梅シリーズと、これが生き道で買ったけど食ってないシリーズ、イエーイ。ハウディパートゥー、ハウディパートゥー、意外と聞かれるわ。あの朝7時半です。あの寝ずに漫画とか読んでてたっぷり寝ちゃったんで、あの天くんがねものすごい動いてるんですよ。かわいいね。自分でさ、ホットカーペット引っぺがして、なんか下の冷たいタイルみたいなところで落ち着いちゃったみたいで。落ち着いてるね、あなたは。瞬間取れた。何でしょうか。お疲れ様です。なんか食いながら食うんじゃねえよ。まあちょっと考えうる限りのご褒美を、はい、書き出しました。このご褒美表の中から、はい、欲しいご褒美を、はい、都度言ってください。
で、それに合わせたミッションを言い渡しますんで。なるほど、はい、とりあえずですね、これをご覧ください。ご褒美表です。なるほど。お風呂タイム、軽食、お散歩10分、ハンモック10分、カップ麺、ビーパー Z クルー10分、タイガ君10分。うん、まあ暇だって聞いてたんで。あ、暇つぶしのアイテムなの。そうそう、すげえ扱いしちゃってるコーラおかわり。あれ、登ろうとしてません、それ熱いのかな、避けてるよ、自分で。ねえ、そこ入ってどうすんの。そんなことないえ、じゃあお風呂めっちゃいいじゃん。行きますか、お風呂。大学10分ってとんでもなく失礼ですよ、お前。僕も知らなかったねえ、どうしたの君。すごい動いてるんですよ。おしっこでしたね。じゃ、ちょうど天君が今、はい、おしっこされたんで、はい、お掃除しましょうか。お世話っすか。はい。